超えてる。はい、ソワカさん到着しました。これから泊まります。一泊させていただきます。京町屋の門構えです。入れなあかん。ここで履物を脱いでフロントへ向かうようです。チェックインしました。今からウェルカムドリンクをいただきます。これはどうやって沸かすの？これ。ポットがある。下にある。あ、そうかそうか。これで沸かして、ほうじ茶と煎茶がついてる。宇治茶と、宇治の煎茶と、宇治のほうじ茶。ティーバッグね。ついてますね。これなんや。これなんや。スピーカーかな。スピーカーっぽい。後で使ってみようかな。んー、これは？ここにも紅茶かな？ジャパニーズクラフトティー。ブラックティー。2つ。と、コーヒーと。うん。砂糖とミルクがついてます。よいしょ。反対側は、お部屋着と、バスローブと、これなんだ、靴下かな、靴下っぽい。こんな感じでクローゼットになってます。ねえ、仲良くしてよ。お風呂はこんな感じ。ヒノキの浴槽、中庭があって、風呂の横に シャワールーム、
とトイレがあります。 GoTo トラベルクーポンいただきました、もらった当日と次の日までしか使えないので今日か明日で使い切らないといけません。なあ、キュンキュン言ったらダメ。どうしたの？くつろごな、るーちゃん。るーちゃんくつろいでるやんな。ワンワンはなんでくつろいでへんの？何が嫌な？そこにいんのが嫌な？降りれへんもんな。ガウガウ。どこうわー落ちた。ああ仲良くしてお座り。お座りはお座り。すごい楽になる。なるちゃん、ルーちゃんは自分の家のようにくつろいでいます。ルーちゃんここに住む。一応ここが1階のリビングみたいなとこなんかな。ゆっくりくつろぐスペースです。でこの階段を登っていって2階にベッドルームがあります。フェイシャルのセット、これがねカズラ屋さんのあのフェイシャルセットなんですけど、シャンプーリンスとでこれがパックでしょ。でここに入ってるのがフェイシャルソープ、モイストミルキーローション、モイスチャークリームが入っており、何も書いてないな、入っております。ポーチの中身はこんな感じです。もう使ったんですけど、この2つ、ミルクフェイスのミルキーローションかな、モイストとモイスチャークリーム使いました。すごいいい香りで使い心地抜群でございました。普通に買いたい感じ、香りもめっちゃ良かったです。あとはばっかり溜まってばっかみたい。歯ブラシ、シャワージェル、ボディタオルが入っております。よいしょ。でこれ、このねブラシがねいい感じなんです。開けてみます。こんな感じ。これも持って帰って OK です。もちろんいい感じでしょう。なんか頭皮に優しそう。これはなんや、これはまだ開けてへんけど、これなんや、え、なんやこれ。やってみましたね。あのコットンとかヘアゴムと綿棒が入ってました。それだけかなでした。便利。タブレット端末が置いてあります。でこの音をこちらの木製のスピーカーとデザリングして聞くことができます。なんかね
京都北山杉って書いてあるんで、京都のね杉を使ったスピーカーみたいですね。すごい。超豪華ね。これはお出汁と梅干し。朝からお作り。やっはー。